そしてこれですよね。すごいですね、これは。一列になって誰が蹴るかわからない、あのフリーキックで石別ゲット。まあ、横浜メッシーのこのディフェンダーが出てこれない状況を作ってるんですよね、京都はね。まあ、間接フリーキックなんで、まあ、ここで触ってはいます、はい、触ってますね。それで、まあ、あとはもうコース狙ってシュートするだけです。